さあ始まりましたカスタチャンネルです、今日もですねダックスやっていきたいと思うんですけどね、この、これですね、これがまず抜けないって話をしてたと思うんですけど、コメント欄ですねバーナーで炙ってくださいって話があったんで、思い切ってバーナーで炙ってみようと思います。よっしゃ、バーナーで炙ろう。こんな感じですかね。万力で固定してこれが回らないようにして、で、よく原付にあるこういうゴムのねパーツ、これをここに挟んで、これで滑らないようにして、これで回す。しっかり握って万力の下が動く、この下が動くから、ちょっと待って。あ、動いてきました。で、これ動いてきたよ。あ、来た。うぃー、取れました。オーライオーライ、行きました。頑張れ。万力でここに固めて動かないようにして、もう壊します。いらん、外れればいい。もう外れ、外そう、外そう。てか削り取ろ。すごいわ。エグすぎや。あ、来た。取れた。うわー。こういうことですね。取れました、取れました。ちょっと荒っぽいですけど、これでオーバーホールできます。ダックスで困ってる人、ダックスもいろんなサスがあるんですよ。このタイプで悩んでる方、僕が道しるべを指し示したいと思います。はい、じゃあ改めてまず、この蓋ですね。蓋があります。で、バネがあります。で、バネは、目が細かい方が下で、広い方が上で、下にもこれがあります。だからこういうことですね。で、これがあります。これが大変やつね。あ、ちゃうわ、ここで留め具があんねん。ここ、これ大事やわ。あー、なるほどね。じゃあ、まあなんとかしなきまへんな。あーって、最後のプラスネジ取れました。あー、硬かった。あ、やっぱこのショックとこの万力ですね。あとこれで長くしてなんとかです。めちゃくちゃ硬いです。はい、スナップリングプライヤーでこの丸2つをつまんでちっちゃくして上に引き上げます。スナップリングが固着してるって僕初めてかも。普通スナップリング、あ、動いた。よし、動きました。こんな感じ。はい、これがスナップリング、この丸いところ。ですね、シール、スナップリングがありましたね。で、これと、でもあのプラスドライバーの意味って何やったんやろう。あ、これか、これですわ。こいつがおったんですわ。あ、だからこれってあんま関係ないですね。ただこれこうなってるだけなんで、後ろのプラス外さんでもよかったんかもしれませんね。うん、NSR とかとちょっとちゃいますね。うん、わかりました。
プリングが錆びてて悪影響を及ぼすことがあるのでしっかり錆を落としておきましょう。インナーチューブに一部ちょっと指で触って引っかかりあるんでカッターで切ります。カッターで切るときは横方向に切ります。縦方向に切ってはダメです。これで錆切りしてちょっとペーパーを横に当てておきます。はい、他はまあまあ綺麗なんですけどね。意外に出てきたらダメですね。表に下に下がってる分にはいけます。このほんのちょっとの出がですね、本当にちょっとでも漏れてきますんで、これね、動いたこう関係ないところは別にいいんですけどね。でもまあ状態はいいですよね、悪くない。これやったら絶対あの処置をして組めばオイル漏れは止まると思いますね。で1000番ぐらいのペーパーで優しく横方向、縦にしないですね、横方向に。はい、 OK です。はい、それではどんどん行ってみたいと思います。ですね、片っぽだけちょっと抜けてないんですけど、抜けてる方から行ってみましょう。じゃあこのちょっとアウターね、綺麗にしたの分かるんですけど、サビも落としてですね。で、これに組んでいきます。で、まあ、そのまままず入れますよね。これをね。入れます。で、この使わないやつ外しますね。で、向きが、面が上、溝が下ですね。これを入れます。一番下まで入れますね。で、まあ、こういう風に、まあ、伸縮するんですね。で、伸縮する限界が、まあ、ここにまあなんていうかな、あのリングが入ってるんで、これ以上はもういかないようになってるんですね。はい、これ入れます。でこの頭を先にこう沈めといた方がいいですね。オイルシールこの番号、51432-051-000、これを入れます。これを入れる前にラバーグリス、これをちょっと薄く塗ります。一応ですね、リップがゴムのリップが傷まないようにテープを巻いておきます。テープを巻いてから入れるというね。どっちが新品かわからなくなった。これ古いな、これちゃう、ややこしい。これね、新しくラバーグリスを塗ったやつをこうあんまりこう角が当たらない。あ、いいですね、バッチリです。はい、あー抜けてもた。はい、でこれ入れ込んじゃったらもうこれ関係ない、 取っていいんですけど、入り口の時だけ傷めない。でこれを入れていきます。ちょうどいいのあったんで、これ打ち込んでも高さ大丈夫です。ぴったりこのシールにぴったり合ってるんで、直径がこれをまっすぐ打ち込みます。リングが入れて、いや、これがカチッとはまれば問題ないです。そうですね、はい、もうほぼこれで完成。ただ今回これは下取ってるやつの方やから、これを入れなかったですね。これをあ
入れ忘れた。ケースの錆取ってで、こいつを入れる。こんな感じね。あ、さっきの嘘みたいにもうスルスル入る。グリスアップしてるから、グリスアッパーの錆取りしてるから。うわぁ、バッチリですね。ほんで、これがきますね。バネが、細い方で、間隔が狭い方が下で、間隔が広い方が上が、これがきます。ほんで、この合間にはまると。なるほどね。ほんで、このキャップが来る。はい。このキャップが来て、で、オイルを入れて、これを締めたら終わりという流れ。はい。これを、これで切ります。だいたい100ちょい、110ぐらいで、入れる時の注意点は伸ばしとくってことですね。これで入れたら溢れてくるんで、これで入れましょう。入れます。お尻のですね、プラスのネジがちゃんと閉まってるか閉まってないかで言う と、 ちょっとそこが心配なんですけど、ある程度入れたらこうチュポチュポして、アウターの方にオイルが行くようにしましょう。念のためね。ちょっと何日間か見ますね。はい、またやり直しです。今もう一回外しました。まあシールは別にいいんですよね。もう一回やればいいだけの話なんで。問題は片っぽはスパッて抜けたから、まあネジも抜けて、また取り付けもできたんですよ。で、今こっちね、このダンパーっていうんですかね、この下に入ってるやつがまあ結論から言うと、普通はなんかこう一緒にはまってるから、ここ外さんと普通バレないんですよ、 NSR とかも。でもこれは別にここはここ、ここはここって分かれてたから、別にこの底を、底のプラスのボルトを外す必要はなかったんですね。多分。最終手段いきます。突っ張り棒作戦ね。これを打ち込む。思いっきり。うん。これでゴムが、まあ言うたらちぎれて、中のパイプが、こう、ピラミッドになったやつに食い込んだはずなんですよ。これに。ああ、一緒に回ろうよ。今ちょっとお仲間のショウヤンと話してたんですけど、じゃあまあここをじゃあ溶接で埋めて漏れへんかったらええやんって話もしたんですけど、でもやっぱこれアルミじゃないですか、これ多分あの材質が。だからアルミの溶接ってまだ特殊らしいんですよね。だからそんな簡単にできへんのちゃうかと。ほんでこのね、ネジはネジでまたこう材質と違うし、ちょっと難しいんちゃうかなって考えた時に、今もう僕の中で最善の案が、もうこのプラスのネジをドリルかなんかでもグリグリグリってやって頭飛ばすしかないね。頭飛ばして、もうでも引っ張られへんからもう完全に。やりました。取れたんちゃう。いけた。やりました。やったー。ちょ、紹介しますね、僕は何言ってたか。これですいけましたわ。これですこれがね、見てください、つるっとしてるでしょ。これが尖ってるんですよ、先が。で、4.5 ミリの、
ソケットに T 字レンジで延長して思いっきり逆さまにして、あのもう壊すつもりでこっから思いっきり叩いてぶったたいたら回りましたね。よかった。オッケー、ちゃんと締めれました。よかった。はい、ということで、どうだったでしょうか、フロントフォークリベンジ編ということでね、2回に分けて、お送りしましたが、なんとかできました。はい、できました。はい、ちゃんとねオイルシール打ち替えしてですね、下もちゃんとしっかり締めてオイルも入れて、でここねちょっと若干高さが変わってしまいましたけどね、サンダーで切り落としてですね、はい、やりました。まあここちょっとアイデアでなんかうまいことやりますんでね、珍しいですよね、この下が円錐形でねなってるっていう、止めにくいっていうのとかね、普通こういうバネがね普通中に入ってるんですけどね、外に出てるっていう、鑑識になってるっていうね、はい、結構あの手こずりましたけど ST50i でなんとか乗り切りました。まあダックスのタンクとかですね、あダックスでギャグのタンクとギャグのマフラーとか、もう外に行けばまだ中途半端になってるあの株とかですね、ちょっとまだまだやることもあってですね、 NSR もバラバラになったままでまだ組んでないと、ここに結構もう進んでできてるんですよ。なのでちょっとやることがいっぱいありすぎて、ただ年末ね結構まだ時間ありますんで、どんどんやって一個一個逃げずにですね頑張っていっていこうと思ってますんで、応援お願いします。カスタンチャンネル、なんとかできました。